はい、皆さんこんにちは、メガネ先生です。今日はですね、新宿にやってきました。皆さんに日本のいろいろなところを見せていきたいと思いますので、今日は新宿を皆さんに案内したいと思います。今日はあそこ都庁へ行きます。南口にはスターバックスがあります。こんな感じですね。今日は10月31日でですね、一応ハロウィンの日ですね。こちらが新宿南口の様子です。今日は人が少ないですね。松本清という有名な薬局があります。最近 Uber Eats を利用する人も多いですね。じゃあお腹が減ったので、これからご飯を食べます。うどん食べます。はい、今お昼ご飯食べました。もうお腹いっぱいです。それではじゃあ向かいましょう。はい、もうすぐ着きます。これがですね、東京都庁です。今から展望室へ行きます。はい、今回は南展望室へ行きたいと思います。展望室は45階にあります。さあ、展望室に着きました。早速景色を見てみましょう。はい、とても綺麗ですね。夜のね、夜景を楽しむのも非常にいいかと思います。こちらがお土産コーナーです。たくさんのお土産を買うことができます。ピアスです。靴下。だるま。願いを込めて目を描きます。皆さんいかがでしたでしょうか。またですね、皆さんが行ってみたい街とか見てみたい街があったらですね、私が行って皆さんに案内したいと思います。ね、こちらの都庁の展望室はですね、無料で綺麗な景色を見ることができるので、東京に来た人はぜひ行ってみてください。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。